はい、皆さんこんばんは、ラリホンです。さあ、今回もみんなの投稿を見ていこうと思うんですけど、と言おうと思ったんやけど、久しぶりやな。なんかみんなの投稿久しぶりな気がするので、久しぶりにみんなの投稿を見ていくんですが、まずこちら、グレ忍者モンタゲ4。さあ、黒幕さんの最新見せプレイ集なんですが、これは月光が、グレ忍者月光がなんで、月光が短期かな?この見せプレイ集。テクニック極めすぎだろ。もう今回も楽しみやな。完全新作だと思うんで、見たことないプレイばっかりと思うんで、超楽しみ。今の踏みつけの仕方でくいな。もうそこ狙ってたもんな。ねえ、しかもなんか踏みつけってあんな簡単にできるもんじゃないし、なんかすごい綺麗やったよな。踏み方が綺麗やった。そう、あー、カービィの空車とああ受けれるんや、月光画で。やっぱ月光画ってピカチュウとかもそうだけど、あのね、なんか軌道を2回変えるって強いな。カービィのあの空車とかね、ガノンとかやったらほぼ当たっちまうが、うわうわうわオーバーキルかっけえよ。マジで、カウンターかっこいいよな。うん。カウンター?身代わり?でもあれね、多分四方八方に角度変えるんで、で下にするとメテオになるんでね。あれ、ほんまに、あんまりそのカウンター使ったメテオコープレイっていうのはね、あんまり月光が使いの見せプッシュみたいなのないから、マジで黒丸さんって、わわわわわわなんだドンキー、軽っドンキー軽い感じ、すごいぶっ飛び方やったけど、さあクッパ、もうクッパも軽っ、ああれ重っ、軽っ、どっち重っ、ジャスガー、あれジャスガーできるん気も座ってるよな。ジャスガーミスったら割れますからね。しかもあっから死んじゃうんじゃないかってぐらいね、クッパも横綱強えから、ようジャスガーするよね、あれね。さあミュウツー軽いっていうのはまあ常識か。ミュウツーがもう本当にもう死んじゃうよ、もうスマッシュかなんか死んじゃうよもう目ガン開きで死んじゃいましたけど、そうそう、クロマグさんもさ、あのよくよく考えたら動画で言ったことあったかな、あの海外の店プレイ集とかにも全然出てる人なんで、もう本当に海外大注目の、海外でも大注目、人気の店プレイヤーなんでね、うん、俺のみんなの投稿のね、よく見る店プレイヤー、なんだその投げ場は、よく見る店プレイヤー全員海外の店プッシュ常連なんだよなって考えるとバグってね。そりゃそりゃラリホンみんなの投稿シリーズ見せプレイの敷居高なるわ。だって海外トップレベルよ、言うならば、うん、海外で一番ね人気のシリーズの見せプレイ集のね常連の人らがいっぱいおるんやから、そりゃやばいな。そう考えると超豪華じゃんいや豪華なのは分かってるけど、スケールが思ってたよりでかいのかもしれない。皆さん本当にもうね、あの目も鼻の穴もかっぽじって見てください。マジで入るようなんでねさあ光ね、もうすごいよ。あらららららで、これはジャンプないんじゃないか。ジャンプなかったら光でもね、帰ってこないからね。横ビームもね、届かない距離ありますからね。あらあらあら、月光がミラーなんだ。月光がミラーでも格の違いを見せつけていくと、格付け完了と。さあ、ドンキーコン、これはもう餌だよね。餌が舞い込んできました。さあ、もう空中へ止まんないでしょ。空中へ入らないの。空中へ5連続ぐらいしたら入ると思うわ。あらあら、ああ、もう、あれれ、もう帰ってこれるわけかな。おっと、暗転。なんだ?ラストプレイ?ラストの目玉プレイかな?さあ、踏みつけばうまいな。もうオーバーキルの領域やけどね、これね。あら、あ、いいね。で、最終バーストは、外していったけど、水で舞い上がってきた。ちょ、すごいぞ。お仕置きタイムがすごいすごい。これよくあるやつですね。あはセギロスとね、キングクルールのコンボはね、よう見るんやけど、おい、カズヤまで出してきたか。3連とばっちりコンボは初めて見たわ。いや、今回もすごかったです。正義の見せプレイ、マリオ使いの本気4。さて、マリオ使いの本気でございます。サムでもかっこいいな。じゃあ、思ってたの違うぞ。なんか、アイテムで出てきたけど、うまい。崖、壁ジャンプ、アイテム、話、クーマイはかっこいい。クーマイのクーマイのクーマイ。なかなかオリジナリティ溢れるな。奪うな。完全に今の奪ってる。スティーブから見せプレイ完全に奪ってる今の。今のはね、あの、盗賊だよ。盗賊メテオやつ完全に。あ、空中上、空中前。なんなん、ガノンはなんで出てきた今。正義のラリホン、狙いたいの狙えた。なんだろう、ロマンコンボかな。さあ、ワニに対してのなんか狙いたかったコンボ。やっぱこういうコンボ決めたいなと思っとってね、ついに決まった瞬間ですっごい気持ちいいね。わかる、めっちゃ。俺もさ、決めたい魔人剣とかよかったけど、もう決まったら、ついに来たって。これもしかして、あ、大砲かな、大砲のヒットストップかな。風まさかの風、そっちか。
確かにこれ実用的かもしれん。これ根室じゃなくてもなんか使えそうだよね。マジ、これ魔人間じゃない今思ったけど、これジャンプして裏魔人間したら後ろ側に潜れるんじゃない。ちょっとありがとう、そういう発想くれて。制御の基本、異次元したすま。なんだろう、異次元っていうことは結構クソ判定だから。クソ判定系かな、異次元って。下スマ、ねえ、クソ判定、どこで下スマ振るんだろうか。DT コンプって別にそんなね、ヒットボックスでかないから、ねえ、クソ判定にもなりづらそう。ドンキーとかやったらなんかね、それ当たっとるんかいっていう展開多そうだけど、さあ、アミチズエネアも失敗ですが、まあ、最終ストックまだ椅子とかあると。はい。え、いつ来るんだ。ちょ、今のはもう、カービィ3人、カービィ2人分ぐらい、カービィ2人分ぐらい隙間あったけど。ちょ、これ、ガチの異次元だな。制御の基本、疑惑の判定12。さあまあ、疑惑の判定いきますか。もう、クソ激痛演出がちょっと面白くてさ、結構毎回見てる気がするわ。さあ、なんかまとめて動画、おーらー、どういうこと。そこ繰り返されてもな、そこじゃないねん、問題は。ねえ、どうやって当たりに行ったのかっていうのが問題よね。いや、下すまどのタイミング、え、何したファルコンは。ファルコンなんかした。ちょっと走って近づいただけやのに。ちょっと走って、あー、足が速すぎたゆえの、激痛なのかな。制御の基本、一口見せプッシュ13。さあ、何でしょうか、一口見せプッシュ、今回は。さあ、ガノンコピーしてる。ってことは、ま、人権とか狙うんだろうか。おい。違う、いや、隙を伺ってる。さすが当たんない。うん。やっぱガノン使いが一番ま、人権狙えてますからね。意外と思ってる当たんないですよね。また言うとしたら空中かな。空中はマジでね、避けれないんで。あ、やっぱり空中。マジで空中強いんですよね。ふわふわしとって、場所もね、自由自在なんでね、カービィの。魔人剣コピーは空中をおすすめしますけど、はい、うまい、うまい。いいね。あ、今回は2個か。うまいわ、うまいね。はい、というわけで今回もね、みんなの投稿見ていった、今回もじゃないか、久しぶりに見ていったんですが、あれどれぐらい空いた。3日ぐらい。ルイキモのコラボでしょ、Wii U 中古のやつでしょ。で、金曜日はタイマーか。あ、じゃあほんまに3日ぐらい空いてるか。3日ぐらい、開けちゃってすいません。でもまあ、3日開けたおかげで、割と面白い動画がたまったといえばたまったんで、よかったのかもしれませんけど、お待たせしました。多分今回も、超、クオリティ高い店プッシュ紹介できたんじゃないかな。うん、俺は紹介するだけなんで、別にね、そんな自慢げに話すことじゃないんですけど、はい。で、これ背景さ、カズヤじゃん。よう考えたらさ、なんか参戦するキャラってさ、こうやって作ったステージで、こういうなんかイラスト的なん、作ったステージでのイラスト的なんがよく出るんですけど、よう考えたらカズヤなかったなと思って。セイロスとかは結構ね、あるんだけど、カズヤのことをね、作ったステージでイラストにしたみたいな、は初めてだったんで、なんか珍しいなって、思いました。